ちたのかな？赤ちゃん、お腹ついたんでちか？パパ、ミルク取って。わかったよ、ママ。博士さん？二人に、赤ちゃん？ギャルと陰キャの間に赤ちゃん？僕の名前は田中康介、生徒会で書務をやっています。今日は本来休みなんですが、生徒会活動があるとのことで学校に向かっています。休日登校、会長も人遣い荒いな。あ、校門前に人がいる。こんな朝早くにどうしたんだろう。おはようございます、何かご用ですか？あなたこの学校の生徒さん？はい、そうですけど。じゃあ、この子をお願いします。はぁ？大切に育ててあげてください。赤ちゃん。育てるってどういう意味ですか？そのままの意味です。よろしくお願いします。それじゃあ。ああ、ちょっと待って。痛いから離して。ほら、そんなこと言ってる間にお母さん行っちゃったじゃないか。ごめん、泣き止んで。あら、男の人が子供を泣かせてるわ。あんなに若いのにお父さんなのかしら。最近の若い人が考えてることはわからないわ。まずい、誤解を生んでる気がする。おっはー、田中。あ、会長。この人の名前は三上咲。ギャルな見た目の彼女ですが、こう見えてうちの学校の生徒会長です。よかった、会長なら解決してくれるかも。田中、何その子。それが。田中、いつの間にパパになった？違いますよ。違うってひどいよ。ちゃんと認知してあげて。だからそうじゃないって言ってるでしょ。だいたい誰との子なんですか？確かに田中彼女いないし、いつも一緒にいるうちが気づかないわけ。いつもうちが一緒にいる。うち田中？なんでそうなるの？うちがママ？ギャルママすぎ生徒会長爆誕？修羅場だわ。ああ、もう遅れてごめんなさい。博士さん。彼女の名前は博士芽衣子、生徒会の書記をやっていて、実は発明家でもあります。よかった、博士さんならこの状況を。二人に赤ちゃん？赤ちゃんを連れてる。二人はお母さんとお父さん。ということは、なんでそうなるの？泥沼だわ。とにかく話を聞いてください。なんだ、そういうことだったんだ。ウケる。田中も早く言ってよね。ずっと言ってましたよ。言ってないでちゅよね。ねー。でも心配ですね、こんな小さな子を人に預けてどこかに行っちゃうなんて。そうだね、何か事情があるのかもしんないけど、このまま預かっておくわけにもいかないし。ちょっといいですか？お？よし、 DNA 情報を採取しました。これをもとに僕がお母さんを探してみます。博士さん、さらっとすごい発明品出しますね。少し時間がかかるので、お二人、赤ちゃんのことよろしくお願いします。よーし、ギャルママ生徒会長頑張っちゃうぞ。ギャルママって。とりあえずうち戻ろっか、学校じゃ落ち着かないだろうし。ほら行くよ、パパ。パパじゃない。おむつの用意。はい。それから赤ちゃん寝かせるためのベビーベッド、押し入れにうちが昔使ってたのがあるはずだから。はい。あとついでに皿洗いと洗濯掃除もしといて。はい。疲れる。世の中のお父さんってこんなに大変だったのか。というか、途中から赤ちゃん関係なかったような。家事の分担は基本っしょ。
パパだもん。ララパパじゃない。ほらまた泣いちゃった。パパ大きな声出して怖かったでしょね。だからパパじゃ。よしよし、こうしてみると本当のお母さんみたいだ。会長、いいお母さんになるんだろうな。あれ泣き止まないな。ミルクもあげたしおむつも違う。田中。はい。ちょっといないいないばあして。いないいないばあ。それじゃあ泣き止まないよ。もっと本気の。本気ってどういうことですか。仕方がないな。いないいないばあ。どうなってんのそれ。いないいないばあギャルバージョン。そりゃ赤ちゃんも怖いよ。はい、綺麗綺麗で気持ちいいでちゅね。田中、タオル用意しといてね。はい。会長がお風呂はなんか緊張するな。こんなに可愛いのにママはどこ行ったんでちかね。早く見つかるといいね。田中、出るから脱衣所から離れて。はい。シャムさん。博士さん。お母さんの居場所が分かりました。サキさんに早く知らせないと。よかった。でも今はサキさん、ここですね。いつもこうなる。ごめんなさいです。同じくです。いいっていいって。それよりお母さんの居場所分かったんしょ。早く会いに行こう。それなんですが、どういう人かは分かったんですが、居場所までは分からなくて。え？行方が分からないんです。あ？この子のお母さんは旦那さんを早くに亡くしていて、シングルマザーとして一人で育てていたみたいなんです。ご両親も亡くなっているらしく、近所の人に聞き込みをしてみたんですが、居場所までは分からず、最近やつれていたとしか。そんな、じゃあもしかして。この子お願いします。あの言葉は。そんなことって。まだ決まったわけではないんですが、もしかしたら。あ、どうしたん田中。今見てた人は今朝のお母さんです。お母さん、早く追いましょう。待って、会長どうしてですか。この子を置いていった人だよ。うちらが追っていって、それでどうするの。それは。でも、じゃあこの子は。大丈夫だよ。うん、大丈夫だお。泣かないでください。博士さん頑張って。そんなこと言われましても、こうなったら僕の発明品、強制赤ちゃん眠らせマシーンで。それはなんか怖いからダメ。大丈夫、大丈夫だよ。え、お説教なんかしないから。あ、かわいいよね。あでもうちびっくりしたわ。赤ちゃんって育てるの超大変なんだね。知らなかったわ。お母さんたちマジリスペクト。ごめんなさい。私母親失格ですよね。違うよ。責めたいわけじゃないんだ、うち。じゃあ最近誰かとハグした？え？大変だったね。一人っきりで命を育てなくちゃいけないなんて。お母さんになったってただの人だもん。辛いことあるよね。私。お母さんだってたまには泣いたっていいんだよ。よしよし、頑張ったね。私一人で、ずっと一人で、誰も頼れる人がいなくて。よく頑張った。会長。田中、ありがとう。赤ちゃん抱いてみる？あ、強く抱きしめてあげて。はい。
ママ。お母さんが一人で辛かったように、この子も一人になって辛かったと思う。だからもう少しだけこの子のことを抱きしめてあげてくれるかな。辛くなったらまたうちがハグしてあげるから。私の赤ちゃん。もう一度。ありがとうございました。この子ともう一度頑張ってみようと思います。うん、でもくれぐれも一人で頑張りすぎないでね。調べてみたところ、役所の方に行けば一人親を支援してくれる制度とかもあるみたいです。もちろん万全ではないかもしれないけど。はい、ありがとうございます。辛くなったら人を頼っていいんだかんね。それこそうちらも力になるし。はい、いっぱい遊びます。ありがとう。はぁ、もう大丈夫そうだね。はい、にしてもやっぱり赤ちゃんのお世話は疲れますね。お母さんは偉大です。田中疲れた？はい。ハーグしてあげよっか。え、どうしてそうなるんですか。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピローゼ。いや会長、この後生徒会やりますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。